2017年の東京マラソンしたらゆうたは、日本の陸上競技選手で、専門種目は、駅伝、長距離走、マラソン。埼玉県大里郡んより町出身。武蔵小瀬高等学校、東洋大学経済学部卒業。ホンダ所属。双子であり、日立物流所属のしたら慶太は2位。小学校6年の時に、兄の影響を受け、陸上を始める。 項物は仲間で、好きな女性タレントは、小島瑠璃子で、その他に、桃色クローバー Z の玉石しおりの大ファンでもある。右利きだが、左利きの兄、ケイタの影響を受け腕時計は右にしている。双子の他に2歳上の姉がいる。中学時代には兄、ケイタと共にチームを初の全国中学校駅伝大会出場へと導いた。高校時代には兄、 ケイタと共にチームを初の全国高等学校駅伝競争大会出場へと導いた。兄、ケイタとは大学まで同じチームで活躍していた。2010年11月に開催された全日本大学駅伝では5区を担当。区間進の走りをしたが前を走る総大同学年の四方文則がそれを超えるタイムを出し、前との差を詰められず、チームは3位になった。 また、翌年1月に行われた第87回、東京箱根間往復大学駅伝競争では3区を走ったが、ここでも、早稲田の矢沢洋との差を広げられてしまい、チームは史上最小の21秒で敗れた。2012年1月に開催された第88回、東京箱根間往復大学駅伝競争第7区を走り、それまでの、 第7区の区間記録である1時間02分35秒を3秒短縮し、1時間02分32秒で区間記録を更新。3回目となる東洋大学の総合優勝に大きく貢献した。同年の出雲全日本大学選抜駅伝競争では4区を走り区間2位、また全日本大学駅伝では4区を走り区間3位となる構想を見せた。 2014年1月に行われた第90回、東京箱根間往復大学駅伝競争では3区を走り、21秒前にスタートした油、布薫人をトライ首位に浮上、歴代4位となる1時間で2分13秒で、走りきり東洋大学の往路優勝、総合優勝へ貢献した。大学卒業後は兄、慶太とは友とを分かち、ホンダに入社した。 2015年元日の第59回全日本実業団対抗駅伝競争大会ではルーキーながら最長区間の4区を走り10番手から4番手へ順位を上げる6人抜きの走りで兄、ケータや村沢明信、同い年の久保田忍、4区の区間記録保持者である今井正虎有力選手を抑え区間賞を獲得するとともに2013年に 今井が記録した1時間で2分50秒を上回る1時間で2分47秒の区間新記録を樹立した。2015年は、名実ともにチームのエースとなり、第99回日本選手権では1万メートルに出場、2位入賞を果たした。前月のゴールデンゲームズインノベオカで世界陸上参加標準記録を突破していたため、 同年8月開催予定の世界陸上北京1万メートル日本代表に内定。兄の慶太に先んじて初の世界陸上出場を決めることになった。世界陸上では2周回遅れの23位であった。2016年元日の第60回全日本実業団対抗駅伝競争大会では前年区間記録を樹立した4区を1時間02分45秒で走り、 区間記録を更新し、区間賞を獲得、ホンダを一時先頭まで押し上げた。ユータは、大学2年生の2012年箱根駅伝以来、2012年から2014年の箱根駅伝、2015年2016年のニューイヤー、駅伝、2017年の天皇杯月、2018年の第62回全日本実業団、 対抗駅伝競争大会と7年連続正月の駅伝大会で区間賞を獲得している。2017年2月26日、東京マラソン2017で地震初のフルマラソンに挑戦。レース序盤から海外勢の世界記録を上回る超高速ペースへ果敢についていったが、5トル手前で離れ始める。それ以降も日本人争いのトップに立ち、 日本男子のマラソン最高記録を上回るハイペースで飛ばしていた。しかし、3 0トル地点を過ぎたあたりから極端にペースダウン。終盤の3 8トル付近で井上博人に追い抜かれ、さらにゴール手前で山本博之にも先を越されてしまい、結果男子総合11位、日本人3着の2時間9分27秒でのフィニッシュとなった。 2018年2月25日、東京マラソン2018は3 0トル過ぎまで、ハイペースの戦闘集団に果敢についていった。3 1トル過ぎで、リクソン・チンバラのロングスパートに対応できず、一時ペースを落としたがここから持ち直し、3 8トル過ぎで、井上博人らを抜き返し日本人トップに立つ。結果、優勝者。 チュンバから41秒遅れの2時間6分11秒で総合2位日本人トップに入り従来高岡樹勢が保持していたマラソン日本男子記録を16年ぶりに5秒更新さらにマラソン日本記録更新の報奨金1億円とマラソングランドチャンピオンシップの出場権も獲得したゴールドコーストマラソン二千十九で終始トップ集団でレースを運び 3 5トルで一旦遅れるもの4 0トル地点付近でスパートをかけ2時間7分50秒の大会新記録でマラソン初優勝を遂げた2019年9月15日開催のマラソングランドチャンピオンシップ男子の部に出場スタートから間もなく自ら飛び出して大逃げを打ち1 5トル地点では2位集団に2分13秒もの大差をつけた だが、そこから徐々に失速してゆき、ついに 37.4km 付近で後方から、迫った第二集団に逆転されて後退してしまう。結局2時間16分9秒の14位に終わり、東京五輪男子マラソン、日本代表の座を逃した。残り1枠となった、五輪代表の座を争う MGC ファイナルチャレンジでは、2020年、東京マラソンに出場する予定である。 その MGC ファイナルチャレンジ第2弾となった2020年3月1日開催の東京マラソン2020では再び日本記録保持者 MGC3 位の大迫償らと対決レース序盤から大橋様、ま、井上博人らの超高速ペースにはついていかず第2集団で待機 25km 地点までは 5km ごとの ラップタイムが14分台後半のハイペースで進んだが 30km 地点では15分台とペースダウン。35から 40km の 5km ラップは16分台へ落ちてしまい、結局総合16位に終わった。ありがとうございます。